エコールデボーアーツインシディーベル・アベスシディベル・アッベスは、アルジェリアのシディベル・アッベス県の県と、2008年、の人口は約21.3万人。名はこの地に埋葬されたイスラム教指導者のシディーベル、アボスにちなむ。ワインや園芸作物が取引される。かつては4つの門を持つ壁に囲まれ、大学があった。地中海から7 5トル離れている。11世紀。 ナイルガーと航会の間に住むシディ、ベルアッペス率いるバヌーヒラル族が、チュニジアやトリポリタニア、コンスタンチノゼに入植した。1843年、フランスが、バジメから川沿いに、現在の都市の原型のキャンプを設置した。1849年、計画的農業都市がキャンプの周りに設置された。1890年には、人口は3万人を超え、スペイン人も住んでいた。 ビノット地区には訓練場やアルジェリア国立警察が置かれた。1930年代に城壁は取り除かれた。広いブールバールや外区が作られ、かつての特徴が失われた。1962年までこの都市には訓練場と第一外人連隊司令部が置かれ、フランス外人部隊とつながりが深かった。シデイ・ベルアップベスは鉄道や道路で国内の都市につながっている。 オランは7 0トル北に、トレム線は9 0トル西にある。最寄りの国際空港はオランエスセニア空港である。市内に国内用のシディベルアップエス空港がある。ウィキメディアコモンズにはシディベルアップエスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。